皆様こんにちは、しのぶ皮膚科院長の曽原しのぶです。今回は皆様からいただいたコメントの中で PRP についてお答えしたいと思います。それではコメントを読みいたしますね。首のシワに PRP を検討しています。リフトアップやヒアロン酸などをやっても全く効果がなく、首のシワがすごいので悩んでいました。普通のとそうじゃないのを見分けるにはどうしたら良いでしょうかということですね。こちらいただいた質問でお伝えしたいことがいっぱいありますので、一つずつ丁寧にお答えしたいと思います。まず首のシワに PRP を検討していますということですが、ちょっとこれは首のシワと PRP の治療法自体があまりマッチしていないと思います。首のシワは横にできるシワと縦にできるシワがあるんですが、まず結論、縦にできてくるシワはボツリヌストキシン注射、いわゆるボトックス注射がよく効きます。半年間しか持たないんですが、シワができてくる筋のところにボツリヌストキシン注射をすると綺麗になくなりますよ。で、横のシワはですね、ヒアルロン酸だとかまた糸治療なんか効くんですが、こちらの方はですね、リフトアップやヒアルロン酸をやっても効かなかったみたいなことを書いてあるので、おそらくクリニックに行って勧められたんだと思いますので、横のシワの話かなと思いますが、まあ、効かなかったと書いてありますね。ここも説明したいと思いますが、ヒアロン酸はシワに沿って埋めるようなやり方をするんですけれども、ヒアロン酸自体が2年持たないものなので、埋めた場合に入れても効いてしまうんですね、またなるということなので、入れた時は良かったけれどもまたなったという意味か、もう一つ効かなかったとして理由があるんですけれども、首って結構面積が広いのでヒアロン酸をかなり量使うんですね。で、ヒアロン酸ってお値段が高いので、首のシワだけに例えば50万とかかけるのってなかなか難しいですし、私もヒアロン酸専門でやってますけれども、首よりも顔にお金をかけた方が良いと私の場合説明しますから、まあ少し良くなればいいかな程度のお値段で首はご紹介することが多いので、思ったよりはと思われているのかなと思います。そしてリフトアップということですけれども、なかなか首の糸治療のリフトアップを日本でしていることはあまりないと思うんですね。糸でですね、この後ろにギューって引っ張るとシワ綺麗になるんです。実はこれ私はですね、ロシアで糸の専門医を取った時に、研修した時にですね、ロシアはですね、美容医療に関してかなり意識が高くて、まだシワができてない20代前半の方からもうみんな首のシワ取りにいらっしゃったんですよ。で、私そのロシアで一番うまいという先生について、まあ、何十人も施術をしたんですが、首のシワの取るためのリフトアップ治療は首を1ヶ月ぐらい動かせないんですよね。で、ロシアの方はね、動かせなかったり結構腫れてても、まあ、日常生活そのまま送ってたりするぐらい、私が行ったロシアの地域なんですけれども、まあ、ナホとかってとこですけれども、なんかそこの地域だとあんまりこう、外にコルセットしたりとか、こんな縛ってたりとかしてもあんまり気にならないみたいで過ごされてましたけど、いや、日本だったら首1ヶ月動かさないって結構大変ですし、すごいコルセットみたいにされてる方見たこともないし、まあ、ちょっと外出れないような感じだと思うので、そこまでしてないと思うんです。で、それをしないとなかなか難しいので、まあ、そのリフトアップといっても多分この首のところ横に引っ張って若干やったぐらいで、多分首動かさないほどの引っ張りはしてないと思うんで難しかったのかなと思います。そして PRP がなぜ不適かなということをお伝えしたいと思うんですけれども、まず PRP というものは簡単に言ってしまうと、ご自身の血液を抽出するのと一緒です。ご自身の血液の中には成長因子があって、成長因子というものは身長を高くするとか、体の疲れを取るだとか、体を治すとか、ご自身の体の仕組みとしてあるものなんですが、血液を首に注射して腫瘍がピーンって治らないイメージってわかりますか？ PRP 治療というものはそもそもがそんなに変化がないものです。血液を注射しているだけだから、血液の中で成長因子を取り出して注射していますが、いわゆる自分の血液を注射しているのと一緒です。あまり変わらないけれども、じゃあなんで行うかというと、お薬だとかご自身の体にないものを注射するというものはアレルギーの危険とか、その薬自体が将来何かを起こすような危険があるのではないかというところです。
しかしご自身の血液はもともと自分の中にあるものなので安全であり、アレルギーが起きないので安全安心だから行うわけです。そしてまた血液をそのまま注射するわけではなくて、注射で取った血液を遠心分離機にかけて血液の中の成長因子のところだけ取り出すので、濃縮した成長因子をご自身のクマだとかシワだとかに注射するから意味があるんじゃないかということをやっているわけですね。で、もう一つが、実はこれは炎症のある皮膚の部分に関しては効果があることが証明されています。スポーツ選手とかが怪我したところにご自身の血液の成長因子の PRP を打つと治りが良いんです。しかしそれは怪我をしたりとか炎症がある病気のところなんですね。で、私たちが美容医療で行われているのは病気ではなくてクマとかシワだから、実はそれが良くなるかっていうのは実際分かっていません。しかし特に悪いことが起きる可能性がないから、自分の成長因子で病気のところも治るから、きっとクマとかシワにもいいんじゃないかということで注射しているというのが PRP です。しかしそのご自身の血液を病気でない皮膚に入れているだけだからあまり変わらないんですよ。変わらないのが PRP なんです。病気でない皮膚に PRP をした場合、変わらないのが正しいんです。で、変わらないから注射を入れようとして、変わらないから薬を入れて、そこでおかしなことになってるんですが、その薬は皮膚のお肉をモリモリモリっと盛り上げる薬なんですね。くぼみに関して盛り上がって良くなりますね。ですから使われているのはくぼみですから、ほうれい線、クマということになります。さて、首のシワは盛り上げたら良くなりますか？年齢とともに脂肪はなくなっていきますし、首は盛り上げて治るところではないので、そもそもが首のシワと PRP はあまり悩みと治療として合っていないと思います。そして最後に、普通のとそうじゃないのを見分けるのはどうしたら良いですかということですが、ご自身の血液以外に何かを入れてるかどうかを聞いてください。入れてなければ普通のです。何かを入れていればそうじゃない可能性があるので注意してください。ご自身の血液以外に何かを入れた時に劇的に治る場合は注意が必要です。薬を入れても、大して変わらないけどでと言われた場合は安心な可能性が高いと思います。リアルにですね、FGF というものが入っていると盛り上がっていくというような動画を見ましたが、それは入っていますか？そういった危険はありますか？と聞いていただくのが良いかと思います。今回は首のシワに PRP が効くかということと、首のシワの PRP を行った時に普通のとそうではない危険なものとの違うどこで見分けられるかということに関してお伝えしました。皆様も何か悩みだとか質問がありましたら、ぜひコメントいただけましたら、そのコメントに対してお答えする動画を撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画が参考になったという方はぜひいいねと、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また私の得意とする保健の皮膚科の動画チャンネルが別でございまして、そちらもご覧いただけますと嬉しいです。ありがとうございました。